たかが粘土とはいうものの、そこに純金の二文字がかぶされるとこの物々しさ。しかし自分には手が届かないと分かっていれば、人間案外淡々としたもの。金ですか？はい、こちらが純金粘土で作ったペンダントですね。すごいですね。日本は金の消費量世界第2位、そのほとんどがアクセサリーで、まさに女性永遠の憧れ。この純金粘土っていうのはどこにあるんですか？こちらが純金粘土です。どうぞ触ってみてください。いいんですか？はい、これが純金粘土。この中に金が、こんなに柔らかくなるんですか？見た目は全くの粘土では、この粘土を使って一体どこで何を作ってるんでしょう？金だったら失敗できないっていうのありません？丸めて粘土の状態にすればいいから。じゃあもう失敗しちゃったらもう一度きれいに。そうそう、元にね、こぼさず、雫も飛ばさず。雫飛ばさず。材料が金だと知らなければ、この段階ではただのおちょっこ。だからこうやって洗ったやつを貯めて、先生この中にどのぐらいありますかね？今4グラム、5グラム。お金に換算すると2万円。拭いてる、そこまで綺麗にして。あら、手拭くだけだ。これだけ。それはどうするんですか？これはね、後で燃やして、紙だけ燃えるでしょ、で金属だけ残るから、また粉にしてまた粘土にします。また、はい、これを12時間ほど乾燥させます。次に電気釜に入れて焼きます。鮮度で12時間焼くと、金以外の物質は焼けてしまい、金のおちょこの出来上がり。メッキでも18金でもない、まさしく24金。ね、綺麗でしょ。綺麗ですね。食いのみ。誰か。わかります？うわあ、ひんやりする。これでしょ。それがいい。じゃあ今度口に。嬉しい。1個200万。これも人によっては十分家宝になりますよね。お酒といえばこの男、恩人菅野六郎左衛門の危機を知り、高田馬場へと伊賀殿走り、江戸の人並みかき分けて、タタ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 おじき喧嘩安兵衛こと後の堀部安兵衛、その人でありました。この坂を登り切ったところに馬場があったと、安兵衛さんとしてはこちら、この今夏目坂というんですか、こちらからこう走ってきて、でこう曲がって、あの坂を上がって、まあうちで一休みっていうか一杯飲んで、それからあの坂を上がって高田馬場に入った。安兵衛がケーキ漬けに増す酒を飲んだのがこの小倉屋さん。安兵衛さんが飲んだゴンゴーマスってのは床の間かなんかに置いたんですか？こういう時代ですから、お金を出せば預かってくれるというところがあるんで、銀行の方に預けてます。マスは銀行の貸金庫にありました。まあ、一晩ぐらいうちの息吸わしてからじゃあもうお迎えに参りましょうか。さすがVIPタイム。でも小倉屋さんが偉いのか、安兵衛のマスが偉いのか。こっちがびっくりいたしますです。いや、そんなに簡単には壊れないようになってて、まあ二重になってるんですけど、これは江戸時代の元禄7年1694年のもの。300年先のものですからね。霧の箱に鎮座増します言語増す。あ、これなんか書いてございますね。箱の蓋の裏に、わ、すごいですね、黒光りをして。ちょっとお持ちになってみてください。失礼して。その高田馬場に駆けつけるときに、安兵衛がこれでキャーッとこうお酒引っ掛けて酔っ払っちゃうんじゃないですか、こんなんで飲んだら。その半分ドブロクみたいで、アルコールのかつ度数の低いお酒だ。そうすると、まあ、腹ごしらえにもなって、怖いものがなくなって、ちょうどいいというくらいでね、今のお酒を仮にこれ一杯飲んで、あの八幡坂を上がったらね、途中でひっくり返っちゃうでしょうね。でしょうね。で、栗林さんにとってこのマスはどんなものなんですか？まあ家宝ですね、一言で言えば。それで私どもの母親まではその
結婚式の杯をこれでやってたみたいです。おこれが商売の一つの看板だと思ってますから、大事にさせていただいております。言い伝え受け継いで300年、由緒があるというだけで値打ち物とは言えないけれど、信ずれば家宝という良い例。北上川は歌でも知られる岩手県の大河。さて家宝を求めての三つ柄。あこちらの家はすごいな。何ですかここは。お寺さん。屋根の上見てください。屋根瓦の上にシャチホコがいくつあるんですか。はあ。こんにちは。こちらすごいお家ですね。これなんか住宅でしょこれは。こんにちは。これおじいちゃん。あ、そう。いや、立派な家なんでさ、見に来ちゃったのよ。今までね、やっぱり1500年ぐらい来たな。見に？うん。東京からこっちはみんな来た。見るね。あ、そう。うん。おめでたつばりでね、最後だね、おめでた。もう最後？うん、我々は。うん。誰は12年になる。を建てて12年。うん。なんでそのいろんな人が来ちゃったの？見えられない。どっからそういう噂が広まったの？どういうことに広まったもんだが、いずれ山形の仏壇屋さんがな、わかないから。いろいろお話しいただいたものの、噂の出たからはちょっと不明。おじいちゃん、ちょっと中見せてもらっていい？その無節の、そのヒノキってやつをさ。ただ閉まんないんだな。ああ、ちょっとそうよ。閉まんないんだな。見してよ、その。ああ、じゃあ金もやったな。俺は畑見に行った。いいよ、そんな来てもらってよかった。おじいちゃんの夢だった総ヒノキ作りの大きな家。建築費用は12年前で1億5000万円。失礼いたします。これはいいですね。どっかのなんか旅館みたいですね。いらっしゃいませなんて。お客さん来た時いらっしゃいますって言って出てシャンビラね、来てお方くださってるから。でも普通のうちにこういうのはないでしょうよ。おじいちゃん答えず。はあ、ここは神様。神様ね、神棚。神棚も立派だわ。おじいちゃん、この襖ですか。襖も岸の折さ、こいつを書いてもらったんだよ。あ、岸のバレさ、これ、ランマも。ランマもすごいや。何百万だよ、これだ。何百万ですか？うん。おじいちゃん、なんでこんなすごいの作ろうと思ったの？俺住んだ時、俺お客さんだと来た時、20とかねえから、白く人がなりんだ。うん。働いて、民で、民だろ、なんだ。何にも使わずに？うん、使わず。飲まんず、食わんずに。打ち立てようと思って。はあ。これでさ、おじいちゃん、これがうちの家宝だっていうのはあります？黙って招き入れたのがここ。あー、これはすごいな。へぇ。で、40万するわ。で、向こうがあるから80万。なんだなんだ。おー。今から10年目だよ。これはご主人、おじいちゃん。この仏壇は金箔でやったから高いの、1000万取られたんだもん。全部こういうの無駄口で1000万。これセットで、うん、俺毎日お勤めしてるんだよ。おここで金はだいて。観音よ、裸足で逃げ出す京読み上手。それにしても自分のお葬式用の家とは用意が良すぎます。犬小屋、これ銅板で拭いてあんだ、うん、屋根は銅吹きで、これは何ですか。ヒノキ。ヒノキ。あの犬小屋の主はこれ、この犬なんだ。なんだ、もっとでかい犬が入ってんのかと思ったら、ずいぶん可愛らしい犬で立派すぎるね、あの犬小屋は。文句言ってるね。岩手県紫波町、実はこの町に悲劇の武将源義経の遺品を家宝にしている家があるというのです。手前ですか。はい、ここで行って次は
大知るごたんす。そのお宅はあれですか、その大角さんとお宅は義経の子孫と言われてる。ああそんなお宅ですか。ああそんなんじ。大角さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。あのお節さんでいらっしゃいますか。あ、いや違いますけども、リング園にいるんじゃないんですか。どっちにいらっしゃるんですか。その辺ね。その辺って広くて700年も続く大角家の家宝とは義経の守り刀。大角節さんでいらっしゃいますか。そうです。あの東京から参りました車団吉と申しますけど。あら、なんだか雲行きが怪しい。見られるのかな、源氏のお宝。ちょっと見せていただけないもんでしょうか。お見せしません。女がその刀を鞘を払ったりしてはいけないということになってますので。女性が触れてはならない家宝、分家で言われを聞いてみました。お男の肩しか見られないのだから、これ私たちだってあの見られないなんかな。あ、はあ、宝物ってのはそう簡単に人に見せるようなもんじゃないんだだと思います。家宝だもんね。はあ、義経は16歳から数年間大角本家に滞在。その時生まれた子供が現在の大角家の先祖とか。大角家は固いしきたりを守り抜いて生きてきたのです。迷信だ。それは迷信だけども、うん、全ての迷信は私も信じませんし、これはまじないとかはっきりはそんなものも一切信じませんけども、でも何百年も言い伝えてきたのだけは守らなきゃなと半信半疑でも、あのやっぱりあのそんなの迷信だなとは思うんですけども、でもね、700年もずっとこう伝えられてきてるもんだから、でそれをみんなさんが大角家の人がずっと守ってきたことだから、それはお母さん迷信だと思ってても触れないと。そうです。家宝は直系の男子が二十歳になるまでは見てはならぬという言い伝えらしい。3人目の時は産もうかな産む前かなと思ったけど、あれは男の子かなと思って、男の子の産着をちゃんと縫って待ってたしたら女の子だった。やっぱりがっかりしました。ちょっとそうですね。でもお孫さんが男の子でやるという。そうですね。これでやっと譲るね人ができたわけでしょ。ねえ、大変なんですね。でもお話伺ってっとそれやっぱり700年っていう重みですね。そうですね。大角家は代々女系家族。節さんのお孫さんが大角家待望の男子で現在18歳。700年の呪縛から解き放たれるまであとわずか。でどこにいるんです中身はダメでもお姿だけ拝ませてもらえることになりました。あ、これちょっといいですか、こうやってあげて。あ、大きなもんだ。もっと小さいものかなと思ったら。家宝は自慢したいものがほとんど。でもこれは見せられない家宝。その守り刀があるからこそに、いくら親にしなりようと何しようとこの本願堂っていうのがずっと続い、代々続いてるんじゃないかなと思うんですけども。やっぱりご自分にとっても宝ですか。ですか。私にとっても宝です。やっぱり宝ですね。なんだか重みのある言葉でした。こんにちは。なんかお若いお二人でフリーマーケットよく出されます？そうです。毎月。毎月。なんかね、今ね、家の中で一番大切にしたもの、してるものってある？家の中で一番大切にしてるもの。家宝っていうかさ、家宝、ある。兄弟なんで。あ、ご兄弟なんですか。あら、いくつ違い？5つです。あ、そう。お姉さんの方が、あ、そこそこ。もう今年そうなんで。で、一緒に住んでんの？はい。本当。今さ、二人でその住んでるところっていうのは？マンションに。マンションで。じゃ、押し入れもある。あります。そのさ、押し入れっていうのちょっと見させてもらっていいかしら？ちの、あの押し入れになんかある。どうも、はじめまして。